おいしいご飯を作れば可愛いあの子もおいしいねってとびきりの笑顔見せてくれるよ。皆さんこんにちは、滝沢でございます。どうも皆さんこんにちは、滝沢でございます。本日は私がいつも使っているこのキッチンを皆様にご紹介させていただこうかなと思うんですけれども、まあなんかそんな感じの、リクエストをいただいたんです。いつも滝沢さんが使っているキッチンはなんか使いやすそうなんですけれども、もうちょっと見せてくれませんかみたいな、そんなのがありましてお見せしてみようかなと思った次第です。面白いのかな、大丈夫なのかなと思ったんですけれどもね。まあ一人の人間が一人暮らしをして、まあなんかこういう感じのキッチンを作るんだなっていう実例の一つとしてね、まあ面白いかなと思ったんで、まあお見せしてみようかなと思った次第です。よかったら参考にしてみてくださいませ。とりあえずバンバン。スタンドから外すと、こんな感じになっておりました。いつもこんなマイクスタンドに立てて撮影をしております。で、ざっと見てみると、まあこんな感じ。ちょっと手ぶれをオンにしようかな。手ぶれを開けてる。これで手ぶれが収まっているはずです。まあこんな感じで作業台があって、流しがあって、あとまあその洗い物を置くところがあってっていう感じです。見てわかる通り、そのコンロがないです。うちオール電化なんでガスコンロがないんですよね。でもまあね、その分ね、こう作業台がね、その広く使えるから、これはこれですごくありかなと思います。うちは基本的にね、一人暮らしにしては割と広い方だと思うんですけれども、でもそれでもね、こうコンロがないとね、こんだけ、大きく、一人暮らしでも大きく間が取れるので、割とこれはこれですごいありだなと、引っ越してからすごく思いました。最初はなんかね、コンロねえのかよとかって思ったんですけども、なんか、前なんかラベさんがなんか言ってましたよね、なんか動画の中で。なんかラベさん、二口コンロにね、こだわって、なんか物件借りたらね、二口コンロの横にすぐ流しがあって、どこで作業するんだよみたいな動画をラベさん上げてましたけども、本当それはそれでね、あるんですよね。逆にこんな感じです。何もないっていうのもまたね、一つの選択肢として大いにありだと思います。皆様参考にしてみてくださいませ。で、火を使いたいとき、なんかこう、炒めたりとかしたいときは、その後ろの方にこのね、カセットコンロがあるので、まあ、必要に応じてこれを出すような感じです。で、一応2台使うことはあんまないけども、一応まあたまに2台使うので、2個あったりする感じです。で、ガスコンロでもいいんですけど、これまあ一応その、ね、カセットボンベだから消耗品じゃないですか。なので、その安く済ませたいときというか、別にそのガスじゃなくてもいいとき、まあ、動画の中でも見たことあると思うんですけど、こんな感じで IH 鍋も、IH ヒーターなんつうんだ、こういうの。忘れちゃいましたけども、まあ、ヒーターですかね。こんなのもあったりとかするんで、まあ、物によってはこっちで調理していくような感じです。火力が欲しいときはガスでやったりとかするんですけども、別に火力いらなくてね、長時間ずっと煮込んだりとか、なんか火通したりとかするときは、この IH を使うという感じです。で、必要なくなったらしまってね、その作業台を、常に広く使うと。基本的にここでそのいろいろ、まあ、火通したり炒めたり、材料切ったりとか、なんか盛り付けたりとかしていくので、ここはもう必ず、整理整頓してきれいに。キープしたいかなという感じですね。そんな感じの作業台でございます。で、まあ、よく使うのが、その、まあ、砂糖、塩、片栗粉。で、ちょっとこっち見てみると、塩、胡椒と、あと岩塩ですね。ムートンソルトというメーカーの岩塩なんですけど、これすごく美味しいんで、料理によってはお塩はこっちだったりとかって感じです。で、なんか、昆布だしとか、あとサプリメントとかあるのかな。こんな感じです。キッチンペーパーと、まあ、ちっちゃい、米肉袋ですね。なんか入れたりしまったり捨てたりするときにちょこちょこ取って使うという感じです。で、台はね、この作業台すごいよく拭くので、この辺にこう布巾をね、バンと吹きかけておいて、もうちょっとなんかあったらすぐに掃除をして、ですぐにこのかけておくという感じの布巾でございます。布巾めっちゃ使うんで、こんな感じでいつでも取れる位置に置いといてるような感じです。で、流しの方を見てみますと、こんな場合、以前その動画で、自慢した、この吹き機関のタイプですね。こんなのがあって。で、この辺にその洗い物とかをね、その全部ドカドカっと、これみたくね、その置いていくわけなんですけれども、ここのところだけそのまな板と包丁専用にしてる感じです。曖昧にちょっとコップとか入れるときもあるけども、大体ここはそのまな板包丁専用。で、大体そのまな板も、ね、包丁もそんなんていうんだろうな、たくさん使わないというか、包丁たくさん持ってますけども、基本的にこのモリブデンの、味噌のの、8000円ぐらいかな、1万円ぐらいかな、まあ、ちょっと少し高い包丁なんですけど、これしか使わないんで、もうここにはもうこのまな板と包丁しか置かないようにしてる感じです。ちょっとこの間ペッティナイフ使ったりとか、そのチーズ切りナイフ使ったりとかしたんで、この辺はちょっとありますけども、あんま使わないやつはもう結構ね、もうずっとしまっちゃってる感じです。で、本当はその出刃とか大出刃とか、柳刃包丁とか、
これ24センチですけど、27センチの大きな牛刀とかも持ってたりとかするんですが、まあそうそう使わないんで、この奥の方に、しまっちゃってる感じですね。基本的に包丁はこの牛刀と、あと普通のまな板はこの朝日クッキンカットって言うんですけど、このまな板超おすすめです。朝日クッキンカットで検索してみてくださいませ。このまな板マジでいい、本当にいい。これからまな板買うって方はですね、本当朝日クッキンカット絶対買ってください。ちょっと高いけどすげえいいから、本当にすげえいいです。で、こういうフライパンとか大きいものに関してね、その洗い終わった時にこういうところにバンバンと置くとすごい大きくて邪魔くさいんで、フライパンとかに関しては、お鍋とかに関してはこんな感じでぶら下げて乾燥させてるような感じです。で、この辺にその洗剤とかね、お手洗いハンドソープ買ったりとかで、そのスポンジをここに置いてやってって感じです。で、たわしとかメラニンスポンジとか必要な時はね、下の方にしまってあるので、その都度取り出すような感じですね。基本的にこのスポンジで全部作業しちゃいます。で、この辺にスパイスがわーっとあるんですが、ちょっと見てみましょうか。カルダモン、シナモン、ジンジャー、ローズマリー、ナツメグ、クローブ、パセリ、ブラックペッパー、タイム、バジル、オレガノで、ホールタイプのミル付きの粗挽き胡椒って感じですね。まあよく使うのは結構限られてるんですよ。このこれめっちゃよく使います。あの盛り付けとかにすげえよく使います。で、バジル、オレガノ、タイム、この辺もまあ炒め料理とかソース作るときに絶対使うんで、これもよく使いますね。で、ブラックペッパー、これもよく使う。パセリ、あの洋食系の盛り付けに必ず使うんで、これもよく使う。で、クローブ、ナツメグ、ローズマリー、ジンジャーあたり、この辺もそのね、洋食の炒め物とかに使ったりとかするんで、この辺も割と使う。けど、このカルダモンとシナモンとかね、この辺はね、お菓子じゃないとあんま使わないからね。あんまり使わないです。なんか本当、だからね、使用頻度順に並んでる感じですね。こっち側すげえ使う。いや、すげえ使うレベルで言ったら、これ、このパセリこっち側に来るな。こっち側に来れば来るほどすげえよく使う。こっち側はすごいマニアックっていう感じで、まあ、奥にあるからね、そんな存在になってしまいますけども。まあ、そんな感じで、そのスパイスがわーっとあるような感じです。で、本当はローレルとかもね、あるんですけども、ローレルはね、形状が違うから別のところにしまってありますね。で、さらに上の方を見てみると、ラップ、クッキングシート、アイボン、リステリン、で、お鍋の蓋、刻み海苔がなぜかここに入りますね。で、布巾、電動歯ブラシ。で、ちょっと上の方を覗いてみますと、アルミホイルとか、ジップロックとか、そういったものですね。で、あと乾燥わかめとか、お味噌汁とか、あと鰹節とか、なんかそういったものがこの中にわっと入ってるんですけど、いりごまとか。で、薬箱があって、缶詰とかがあって、お弁当箱とか、水筒とか奥の方に入ってたりとかします。で、この辺にいつも電気ポットが入ってるんですが、電気ポットちょっと言わないですね。で、奥にエプロンが入ってたりとかします。まあ、こんな感じのキッチンです。どうでしょう。ちょっと下も開けてみましょうか、下。あ、ゴミ箱は、ゴミ箱置いてないんで、いつもこんな感じで、ゴミ袋を引っ掛けて、ここをゴミ箱代わりにしてるような感じです。で、まあ、パッと見てもらえば分かると思うんですけど、まあ、そんなお鍋多くないんですよ。ね、フライパン2つと、一番大きいフライパンとボールと、あとなんだっけ、雪平鍋って書いて、雪平っつうんでしたっけ、雪平鍋、ちょっと忘れてしまいましたけども、ちょっと深めの片手鍋と、まあ、フライパンと、ザルがここにあるかな。こんな感じですね、ラインナップとしては。で、まあ、どっかのブログですげえ熱く書いたんですけども、こういうテフロンのね、フライパンってその、ね、消耗品なんで、ある程度のところで交換しちゃってください。ずっと使ってると、やっぱりこのね、表面がね、その傷ついてきてね、そのテフロン加工が剥がれて、焦げ付きやすくなってくるんですよ。ものによっては、そうなんだろう、その3年保証とか5年保証とかあったりとかするんですけども、基本的にこの辺はもうね、消耗品と割り切ってね、買い替えるのが一番手っ取り早いと思います。ね、1万円とか2万円とか出してね、その3年使えますみたいなやつを使うよりも、まあ1000円とか2000円とかで売ってますからね、ドン・キホーテとかで安いやつを買ってきて、まあ1年単位ぐらいで買い替えるというのが一番いいんじゃないかなと僕は思います。で、まあよく使うのは、このフライパンと、このフライパンと、あとまあちょっとお酢、ね、汁物に関してはこの辺使わなきゃダメなんで、この辺と。で、たまにすっげえ大きいものを炒めたりとかするんで、その時用に、大きいフライパンが1つありますが、あんま使わないっす。で、漂白剤とスポンジ隠しと、消臭剤か。で、これがその包丁入れですね。この中に包丁がたくさん入っています。で、砥石が下に転がってるっていう感じですね。卵焼きがありました。卵焼きますよ。こんな感じ。で、こっち側に来ますと、調味料はいろいろ転がっております。お醤油、みりん、奥にお酢とかかな。お酢、ごま油、ポン酢。ポン酢、これは未開封だからいいか。これは本当は要は冷蔵ですけどね。とんかつソース、なんでこれなんだろう。これって冷蔵じゃなきゃダメなんじゃないかな。いや、
そんなこともねえのかな。あ、意外とこの常温で保存できるんですね。直射日光をさっき常温で保存書いてある。へえ。まあソース、コンソメ、蜂蜜、あとは酒のワインと、料理酒、あとサラダ油。で、奥に、ちょっと見えないですけども、オリーブオイルがあるような感じです。で、ゴミ袋がここにあります。で、お米のタッパー。こんな感じ。すごい余すところなくお見せしておりますけども、どうでしょうか。いつもまあこんなところで、調理をしているような感じです。さっきも言いましたけど、本当ね、このね、何もないっつうのはね、マジでね、すげえあり。僕も今までその2口コンロじゃなきゃだとか3口コンロじゃなきゃとかっていう感じで大きな家に住んでましたけれども、あえて何もないっつうのはね、本当にね、すげえありです。で、カセットコンロとかね、まあ、ちょっと不便に感じるかもしれないですけれどもね、なんか普通にこういうコンロ、そのカセットコンロあるじゃないですか、こういうのコインとかって普通になんか1本100円とかで買えたりとかするから、別にそんなに高いわけでもないんですよ。そんなコストがかかるわけでもないですし、なんか普通にこの暮らしとってもおすすめです。で、IH を1つ用意しておいて、ものによってはその IH で調理していくっていう感じですかね。すごくおすすめです。で、反対側に来まして、こっち側はこんな感じ。ちょっと、麦とホップの缶がね、わーっとあって、ちょっとこれ恥ずかしい感じですけども。普通にコンロがあって、で、ちょっとこれはなんか宅急便かな？荷物がちょっとあって、本当はこれ送らなきゃいけないんですけど、なんか前の家から持ってきたルーターとか入ってるんですよ。なんか返さなきゃいけないって言われてるんですけどね、送り先教えてくれないから未だにあるんですよね。で、野菜、こんな感じです。この中にいつもお野菜とかそのズバババッと入れているような感じです。で、上に洗濯物を入れる加工があって、こちら側は、食器棚。食器を入れる棚と書いて食器棚でございます。食器棚。ペペン。こんな感じ。ワイングラスと、あとそのスタックできるちょっとね、こういう普通、普段使いのグラスで、ちょっとこれ何気に味噌がくれた、お湯、湯飲みなんですけども、焼酎のお湯割りとか飲むときなんかに使ってる感じですね。で、何気にこういうダイスとマグカップとか、こういうノビリティとかもあったり、よく使う、まあ普通のコップって感じですね。で、何やらかですね、丼やら、お茶碗やら、うんたらかんたらが、そのわーっとありまして、ニンニクがありまして、まあ普通の一人暮らしって感じですよね。タッパとかがわーっとあって。ちょっと僕、引っ越したときにその、ね、お皿すげえ処分しちゃったんで、本当はね、もうちょっとね、お皿欲しいんですよ。なんかいろいろとね、足んない皿、特にその小皿ですね、鳥皿的なちっちゃいお皿がなかったりとかするんで、それ欲しかったりとかするんですが、とりあえずまあ今のところないまま、なんだかんだ1年以上過ごしているような感じです。まあ、この部屋もちろんね、その調理器具とかはね、お玉、タナナ、トング、電子ばかり、おろし金、巻きしゃもじやら、巻きすやら、いろいろ網やら何やらたくさん入ってるんですけども、ちょっとこの辺は、アンダーグラムゾーンなんであまりお見せしないでおきましょう。で、この下の方に行くと、まあ普通になんかこう、なんか食材のストック、片栗粉やら、実はソースとかケチャップとかね、こういったものもそうやったりとかするんですけども、あとスパイス系のストックとかがあったりするような感じです。お菓子とかもこの中に入れてる感じですね。こんな塩梅です。私のいつもこんなところで、なんかこう作業をしているというか、調理をしたりしているような感じでございます。まあ、さっきも言った通りね、その一人暮らしにしてはね、割とね、ちょっと大きめな、物件だと思います。なかなかこんな広々としたキッチンないんでね、一人暮らし、ワンルームじゃないか、1K か。1K にしてはまあ広い方なのかなという感じはしますけども、滝沢勝成的一人暮らしの実態はこんな感じでございました。何度も言うけれども、何気にこの何もない、すげえおすすめ。で、ちょっとね、機材の話というか、機材の話をしましょうか。滝沢勝成使用機材の紹介。普通にこのね、平たいフライパンと、あと丸いフライパン、ちょっと底があるけど、ちょっとある程度この深いフライパン。これをね、一つずつね、用意しておくとね、まずこれはすごく良いと思います。これはね、一番よく使う、フライパンだと思うんで、これに1個ずつ、用意しておいてください。で、湯切りするのに必ずザルは必要になるので、こういうザルも一つ用意しておくとよろしいかと思います。で、これ本当は圧力鍋なんですけどもね、まあ別に圧力鍋じゃなくて、もうこんな感じで、その深い、そのスープとか作るようなね、煮込みとかするような、お鍋とかもあると思います。良いと思います。で、あとこういう形がですね。これはまあ1個でいいかもしれないですけども、2つあると、スープ作りながら何か茹でたりとかできるので、良いかと思います。で、ちょっと大きいザルとボウル。もうちょっと小さいザルとかはね、こっち側にあるんですけども、とりあえず基本的によく使うボウルはこれ。感じです。台は小を兼ねる大きいのでやっちゃうじゃないかっていう。で、
あんま使わないんですけどね、たまにそのたくさん作んなきゃいけないときとかね、それたくさん炒めてとかするときがあるんで、こういうのを使って、なんか炒めたりとかしてるような感じです。滝沢発電の使用機材紹介は、そんな感じです。参考になりましたでしょうか。お鍋編、以上。お鍋編。そして滝沢発電の使用機材、こちら。みそのの、見えるかな、ステンレスの森武店なんですけど、もうそんな1枚はしなかったと思うんですよね。7000円、8000円ぐらいかな。なんかある程度、そのやっぱね、いい価格出すとですね、ちゃんと使えるんでですね、すごくおすすめでございます。別に2、3000円でもいいけどね、こんな包丁の方が買ったらずっと使うじゃないですか。なんでまあね、まあしばらく使う、もう数年使うと考えてね、ちょっとまあ一つの投資だと思って、100円、200円とかで済まさずに、1000円、2000円、3000円、まあ、毎週は、まあね、2万円とかで、なんか粉末ハイスコーとか買わなくていいので、普通にこのモリブデンの、ね、ステンレスとか買っておくと良いかなという感じです。で、なんと言いましたけども、アサヒクッキンカット、これはマジで超おすすめ。僕はこの M サイズ使ってます。M サイズ。L だとちょっと大きい。M サイズってね、すごくちょうどいいです。これマジすげえいいから、本当に。包丁の方は気使うかもしれないですけどね、まな板の方気使わないと思うんですよ。絶対気使った方がいいから、本当に。まな板変わるだけで全然作業の効率は。変わってきます。で、あと何気に100円ショップとかでも売ってるんで、こういうキッチンバサミ一つあるとすごく良いかと思います。一人暮らしってさ、ほら、なんつうの、そのちょっとだけ作るとかさ、ちょっとだけ切るとかってそういったすごいたくさんあるじゃないですか。で、こうなんか豚肉を炒めてるときに、その細切れがちょっと大きかったみたいなときに、わざわざ包丁とまな板出してね、そのやるのもね、洗い物増えちゃってめんどくさいから、まあ、そういったときはトングでつまんで、はい、はいってやっていくとね、良いかと思います。あとはそのね、みじん切りにしたつもりが一部すげえ手がかかったとか、そういった時もこういうの、ちょこちょこと、失敗した、失敗したっつって、こう、フライパンの中で切っていくような感じです。キッチンバサミ、すごく便利です。で、まあ、ピーラーとかは普通に皆さん用意すると思うので、これはまあいいでしょう。そんな感じです。キッチンの全部をお見せしてみました。参考になりましたでしょうか。まあ、普通にいろんなスタイルがあると思うんで、別にこれをね、完璧真似しなくてもいいと思うんですけども、まあ、何か参考になれば。何かしら参考になればなという感じでございます。皆さんもいい感じで一人暮らしライフをエンジョイしてくださいませ。それではまた違うところでお会いいたしましょう。あとこれ、ムートンソルト、超おすすめ。あとは、ぜひ揃えてくださいませ。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、バハハイ。